マーグレーン駅は、かつて、ロンドンのロンドン地下鉄にあった駅である。サークル線とディストリクト線のタワーヒル駅がある場所の、すぐ西にあった駅で、現在のタワーヒル駅が開業された際に代わりに、廃駅となった。この駅は、もともとは1884年10月6日に、メトロポリタン鉄道とメトロポリタンディストリクト鉄道が、接続士環状線を構築した際に、 既存のタワーオーブ、ロンドン駅の代わりに、同駅から西にわずかに離れた場所に広く新しい駅として建設された。代わりにタワーオーブ、ロンドン駅はこの駅の開業前日に廃止されている。1946年に、この駅は、マークレーン駅からタワーヒル駅へと改称された。この駅は、非常に多くの乗客数があったが駅を拡張するスペースがほとんどなかったため、 廃止して新しくタワーヒル駅を建設して移設することとなった。そうしてこの駅は1967年2月4日に廃止され、現在のタワーヒル駅が移設開業し、現在に至っている。この駅の地下部分の移行は、モニュメント駅と現在のタワーヒル駅の間に、東行きのホームのみを見ることができる。この駅は、地上部分で言うとシースイングレーンの下にあったが、 現在も通りの下を渡る地下道にホームへと降りる階段が大きな格子戸で塞がれているのを見ることができる。この駅の上にはマークレーンステーションビルディングという名のオフィスビルがあり、ビル出入り口の上にはまだその名が表示されている。ありがとうございます。